心は許した、着付けはシャキッと、着付け大好き、山宮ひろこです。こんにちは。今日はインスタグラムの帯結び動画21番、この帯結びの解説をやります。この帯結びは長くない帯でもできるし、お嬢様にとっては車で移動するときとかとてもお楽なタイプのお太鼓系の帯結びです。覚えておくと便利ですよ。さあ、いくよ。用意はいい？いっちゃうよ。今日使う帯はこれ、手柄が49センチ、全部で4メートル30の帯です。手が上、垂れが下で一結びします。三重仮紐をかけておいて、まず手から作っていきます。手先に裏箱ひだ、もしくはルピナス、そのひだね。じゃあ裏箱ひだで、三重仮ひもの一番奥、お背中側につけて、真ん中に置いてね。で、預けておきます。そしたらこれは余分なところです。余分なところは最初にもうしまっちゃってください。帯を広げて、帯の高さを出すつもりで帯の中にしまいます。そうしたら垂れ先から60センチから50センチぐらいのところに裏箱ひだを取って、それを真ん中に入れてください。手前の2本を取って真ん中に入れてね。お太鼓分をこれで作ってください。で、預けておきましょう。残りでお太鼓から出る羽を作ります。残りをしっかり広めて、結び元の元、垂れ元も広げて、この部分ぶれないように真ん中に下ろしておく。ここに広げて、ここも裏箱ひだ、この部分、ここが太鼓になるように中が空洞で、こっち側はひだを取んなくてもいいです。パタッと根元を折って、ここはバッテン掛けだから手前を取ります。延長線上のひだをすくって、向こう側くっつけて、向こう側くっつけます。そしてバッテンかけてください。できるだけ左右が同じぐらいの大きさになると理想ですね。そうしたら、今日はちょっと大きめの枕でやってます。枕を用意して、枕は今回は真ん中だよ。置いて羽を持ってしっかり上げます。お背中にピタッとつけて前に引きます。帯揚げも預けますね。そうしたら、肩に預けておいた太鼓部分を下ろしてください。で、裏箱ひだを広げますよ。
大体10センチ12センチぐらいのところに一番の高さが来るように広げて、ちょっとお太鼓は小さめの方が可愛らしいです。お太鼓の下線は丸くなるように、タレは8センチから10センチ。パンと貼って真ん中に置くように、前に回します。帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫、しっかり締めます。そうしたら羽を下ろしますよ。裏箱ひだの最初に作った羽が真ん中に降りてくるようにします。肩の同じところに両側の羽が来るように形付けしてください。真ん中の可愛いひだもお太鼓になじむように作ります。太鼓の高さを調節して、みんなが難しいなって思いがちなふくらすずめ系なんだけど、ポイントを押さえればあっという間で簡単にできますよ。いい？参考にやってみてね。どう？できそう？やってみて。それではブライズヒップチャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくお願いします。また次は帯結び解説でお会いしましょうね。じゃあね、頑張って。バイバーイ。